ミュルツツーシュラークは、オーストリアのシュタイアーマルク州東部にあるし、旧ミュルツツーシュラーク軍の軍長所在地でもあった。ニーダーエースターライフ州との境をなすゼメリング峠に、ほど近いミュルツ川沿いにあり、オーストリアの首都ウィーンからは、南西約 85km に位置する。人口は2016年1月1日現在で8684人で、元は、 工業地帯であったが、周辺の産地は今日では人気のスキーリゾートとなっている。聖国軍で教会したヤーマルク広告による植民の最初の記録は1227年の文書に遡る。ミンネザンクのウルリッヒ・ホンリ・ヒテンシュタインは1265年の市、フラウエンディーンストにおいてベネツヤからウィーンへの旅の途中で立ち寄ったムルツシュラゲという町について触れている。 1360年には、ハプスブルク家のルドルフ4世が、レオーベンに対抗して、ミュルツツーシュラークの住民に、製鉄の特権を安堵している。1854年に、ゼメリング鉄道が開通し、オーストリア南部鉄道によって、ウィーンに直接出られるようになったことから、地域経済が大きく発展した。1862年に、 ミュルツツーシュラークで設立されたブレックマン製鉄所は、現在ではボーラー・ウッテホルム社の産家となっている。鉄道博物館には、蒸気機関車や関連設備、車両のコレクションが展示されている。19世紀後半には、ゼメリング地区の産地において、中央で初めてアルペンスキーが行われた。当地はオーストリアでも最古のスキーリゾートとなり、 スキーとウィンタースポーツ博物館にもそのように記録されている。ミュルツツーシュラークは1923年に都市法による都市特権を獲得した。1931年2月5日から8日にかけて社会民主主義労働者スポーツインターナショナルが主催する第2回冬季労働者オリンピアードが開催された。これは1932年に 米国レイクプラシットで開催された1932年、冬季オリンピックよりも参加者数と観客者のどちらにおいても大規模であった。ミュルツ,ツー・シュラークは以下の都市と姉妹都市提携を結んでいる。ウィーラー、ロバート F、ありがとうございます。